皆さんありがとうございます。新見さん演説上手でしょう。皆さんさすが、やはりこの話す仕事をしててもう即戦力で、こうしたですね、志ある、そして即戦力の人材がこの厳しい状況のですね、維新の会に、まあ、仲間になってくれたことも本当に嬉しく思っております。改めて幹事長の藤田文武、今日最終日参りまして、林由美さんの応援に参りました。今日 お集まりの皆さんはもうご支援いただいている方だと思いますが、まあ、ぜひ改めてですね、この林由美をなんとか皆さんの手で押し上げていただけますようによろしくお願いをいたします。さて、今回の選挙ですね、私も全国を応援に回りまして、やはりこの裏金問題や、あ、大丈夫ですよ、自分で持ちますんで大丈夫です。大丈夫ですよ、濡れるから傘持ったら内容が出ました、ありがとうございます。ありがとうございます、お気遣い。全国回りましてですね、やはりこの裏金問題に対する国民の皆さんの怒り、失望、これはですね、もう頂点に達してるなというふうに思います。で、私たちもそれを、まあ、批判し、まあ、糾弾するだけではダメだなと改めて感じている次第です。というのも、もうなんか政治全般がですね、信頼を失っているところまで来ている、まあ、ですから私たちはこれまでもそうですけど、これからもやっぱり有言実行にこだわろうと、言ったことは必ずやる、約束は守る、そしてちゃんとしっかりとこの選挙でですね、訴え、そして訴えたことはまっすぐにそれを実現するんだ、こういう熱意を忘れない、これが一番必要なことだと、まあ、思います。なかなか相手がある政策はすぐに実現せずに歯がゆい思いはしますが、例えば自分たち、あ、本当いいんです、本当自分で持つ方がやりやすいんで、すいません、ありがとうございます。何話してきましたっけ、そう、自分たちのことは言ったからにはやれますよね。で、さっき林由美さんからもあったように、企業団体献金もらわないでおこうと、こういうふうに提案し、制度として法律を実現しようとしましたが、まあ、それは自民党嫌ですから、まあ、これ本当は立憲民主党さんも嫌なんですよ、まあ、ですから成立しません、まあ、そしたらこれは自分たちのことですから、これをやらないと決めることはできます、まあ、ですから私たちは有言実行で先駆けて、法律ができる前に企業団体献金をもらっちゃダメだよということを党のルールで決めてやってます。まあね、この大企業の人やそして業界団体の人、私たちはね、私自身は全く悪いと思いません。なぜならその人たちにも生活があるし、でその人たちにも主張もあるし、政治的にアプローチするのは当然ですよ。でもね、皆さん現実を見れば、自民党の国会議員の中には一人で1年間に1億を超える、ね、献金を特定の業界団体とかからもらう方、結構ボロボロいるんですよ。でそうするとね、1億の金ですよ、1億の金をもらい、そしてそこに動員してもらって、何か集会やったら何百人、そして選挙もお抱えでやってきたら、そらその人たちの言うことをどうしても聞く政治になりますよね。そら当然ですよ。でもその構造自体がもしかしたら改革を阻んでるんじゃないか、そういう思いで僕たちはそこに一線を引いてきました。例えばそういう業界に少しでもですよ、不利になるような制度変更、それは嫌がります。それからそこに一旦配り始めた補助金とか優遇税制とか厳しい規制とか、そういうものに反対し体を張って止める、それが仕事になる、まあ、こういうですね、構造こそがいけないんじゃないかと言い、そしてそれを提案して有言実行で、僕らはそれを まず先駆けて姿勢を示そうと、こうやってやってきたわけです。それから国民の皆さんが苦しんでらっしゃる時に、もう我々の議員特権やめようと言って、まあ、旧文通費という月100万円の領収書いらない経費、これも公開しましょうとずっと訴えて、みんな嫌がってやりませんから、自民党も立憲民主党も。だから私たちはずっとこの十数年公開をしてきました。それ自主的に公開をしてきました。それから議員報酬削減、これもずっと言ってなかなかみんな嫌がって成立しません。だからこれは私たちは自主的に2割、月2割、私も林由美さんも月2割、
ボーナスから3割返上して、それを基金にして、そして被災地に寄付を。先々週は能登に行ってまいりました。それから能登は大雨洪水の災害で、正月は地震ですね、立て続けに苦しんでらっしゃる。正月は5000万円してきました。そうやって例えば熊本や新潟や福島にもさせてもらって、まあ、そういうことが積み重なって今7億円ぐらい累計で寄付を国会議員だけでする運びとなりました。まあね、7億円って結構大きい額なんですが、国家予算に比べたら大した額じゃないじゃないかとバカにする人いますよ。それにお前らパフォーマンスやろうというふうに言う方いらっしゃいます。言われて結構。私たちは約束を守りたい。国民の皆さんに議員報酬削減するんだと言ったら、なんかそのまま自分たちが満額もらうのはダメだろうということで、それを約束を守りたいんだ。こういうですね、政治を、そしてまた被災地にこう寄り添おうよと口で言う人はいるかもしれないけど、すぐに飛んでいって、そして何か小さいかもしれないけど行動で示す。行動こそ本心じゃないですか。だからそういう政治をやりたいと思ってやってきました。で、この政治改革の議論、まあ、非常に重要ではありますが、私はこの政治改革は今言ったように自分たちが覚悟を示したらすぐに決着する話なんですよ。ただ今回やはり一番やらないといけないのは国民の生活の話であります。私たちは今回の選挙でこれ以上国民の負担を増やさない、むしろ負担を減らすんだということにコミットすると、ここが一番重要だと思ってるんです。税金を下げよう、まあ、さっき消費税の話も少しありましたが、消費税を下げよう、そして社会保険料を下げよう、もうこれ以上上げないんだ、ここにコミットする政党政治家が私は必要だと思ってるんです。なぜならばこの数十年自公政権がやってきたやり方は、新しいことを始めようと思えばすぐに皆さんの負担を増やします。例えば直近の例で言うと、防衛力強化しようとなりました。この課題は私たちも同じ問題意識です。ただこの防衛力の強化は、財源は防衛増税です。約1兆円負担を皆さんに増やします、毎年。それから異次元の少子化対策をやる。この異次元の少子化対策も、確かに異次元かどうかは別にして少子化対策は非常に重要です。これは課題意識は私たちも同じです。でもその財源は何かというと、皆さんちゃんと理解されてますか。社会保険料、まあ僕たちもそうですが、お給料から天引きされる社会保険料、ここに子ども子育て支援金という新たな枠組みを作って、わざわざ負担の仕組みを作って、そこに上乗せして取ると。つまり負担増ですよ、簡単に。で、現役世代特に。で、これが約1兆円かかります。皆さんに1兆円ずつの負担増を強いると。でね、これ本当にお金ないんだったらいいと思いますよ。でも私たちは改革によって無駄を省き、合理化し、とにかくそうやって新しい時代の支出体系作っていこうよと言ってずっと訴えてきました。でもそれは、いやいやお金絶対足りないんで、これはもう負担増と言ったのが自公政権の姿勢です。でも皆さん、その後に、この負担増が成立した後に総裁選挙ありましたね。総裁選挙で茂木幹事長、幹事長っていうのは私も幹事長ですけど、結構権限ありましてね、特に自民党で言うと総裁が総理ですから、党を守ってるのは幹事長、つまり事実上の党首に近いわけです、幹事長というのは。その幹事長がですよ、総裁選で自分の選挙において防衛増税しない、子ども子育ての負担増をやめる、なぜなら構造改革で生み出せるって言ったんですよ。信じられますか皆さん、この手のひら返し。つまりね、みんな改革で生み出せることを知っている。でも改革で生み出そうと思ったら、今までのことを変えないといけないし、ハレーションもあるから、簡単に皆さんに負担をお願いするという政治をこれまでずっと繰り返してきたんですよ。それからさらに驚きは、この選挙期間中に公明党さんがね、現金給付10万円やるよということを打ち出しました。確かにね、10万円現金給付もらって嫌な方いらっしゃいます？私でも嬉しいですね、それは。でも選挙期間中に言いますか、それ何の構造改革もない、ただばらまきゃいいという低所得者に。でこれね、低所得者への10万円給付って住民税非課税世帯でこうラインを引いてやるのが多いんですよ。今までもなされてきました。
住民税非課税世帯というのは日々の収入がない、でも資産持ってる人も含まれてるんですよ。例えば高齢者の方とかちゃんと積み立ててきて資産をたくさん持ってて、実は裕福で子供さんに仕送りしてる人も結構いますよね。だそういう方も含まれてるから不公平じゃないかという指摘はずっと受けてきたんですよ。でそれをこの時期にね、10万円みんな喜ぶでしょと言って浅はかに配ると言ってるのが、これが自公政権なんです。じゃあその財源いくらかご存知ですか。それ10万円給与やると1兆3000億かかるんですよ。なぜその時に財源の話は出てこないんですか。財源そこであるんだったら防衛増税やめたらいいじゃないですか。子ども子育てのその負担増やめたらいいじゃないですか。これが私は自公政権がずっとやってきた政治で、何かあれば皆さんの負担を増やす、そして負担を減らそうという努力はほとんどやらない、そして選挙前にはばらまきをする、一旦始めたそういう補助金優遇税制、業界団体からの寄付をもらっている議員が体を張って止めると。だから構造転換できない。そうやってやってきて、もしこの30年が右肩上がりだったらそれは許しましょう。でもこの30年皆さん GDP は伸びなかったんですよ。そして給与水準も上がらなかったんですよ。世界は伸びたんですよ。2位だった GDP は3位になり、中国に抜かれ3位、人口が日本より少ないドイツに抜かれて4位になって、そしてさらに来年以降はインドに抜かれて5位になると、輝きを失ってるんですよ日本は。でもその数十年の間に国民負担率はどんどん増えて、私今43歳ですけど、私が生まれる少し前の50年ぐらい前は国民負担率は 25% だったんです。今直近は約 50% 弱、倍増ですよ。でこれはとにかく国民の負担を増やして予算を膨れ上がらせて、必要と言われてお願いされることにずっとお金をばらまいて、でも全体的には沈んでいくという最悪な経済運営を日本がやってきたからなんです。だから私たちはこれを変えたい。私たちが考える一番大事な経済政策は消費を増やすことですよ。その上で民間の力を最大化することです。消費を増やすためにも皆さんの懐が寂しい、だから私たちは少しでも負担をまず下げる。さっき新見さんからもありましたが、消費税を下げよう、 8% にまず下げよう。 8% に下げたら財源その分ちょっと税収が減ると言われて、確かに減ります。ただ消費が増えればまた戻ってくる。今消費が冷え込んでみんな厳しい、だからとにかく使っていただくための余力を渡さないといけない。それから民間の民間のね、ちょっとパトカーが大丈夫です。民間の力をこの激動のものすごく速いスピードで動いているこの世界の経済においては機動的に邪魔しないことが大事ですよ。もうね、規制でがんじがらみで新しい事業の参入が全然阻まれてる、そういうものを機動的に変えていく、民間の力を信じるべきなんです。自民党は大体ね、自分たちが経済運営手を突っ込んでできると思ってる。そうじゃない、とにかくいらない規制時代遅れの仕組みっていうのを改めていく、これをやらせていただきたいんです。さっき新見さんから教育の無償化の話がありました。実は私も教育の無償化にものすごく思い入れがあって、この維新の会に参画をしました。当初それは私の原体験にあるんですが、私実は教員を1年間やってまして、で大学を卒業して1年間やってました、高等学校で。で実は4つ1年間で行かせてもらったんですね。で1つは進学校、1つは中堅校で、1つは中堅校の中のちょっと厳しい中堅校、そしてもう1つが定時制、こういう4つを回りました。その時に原体験として目の当たりにしたのは、親の収入または家庭環境は学力に直撃するという現実です。もちろん厳しくても頑張ってる子はいますよ。でもこうマクロで全体で見ると、なんかパトカーがあれですね、すいません、続けさせてもらいます。でその親の収入や家庭環境が直撃するということを目の当たりにしたときに、やっぱりこれは嫌だな、変えたいなと思ったのが原体験です。そして後で政治家を目指して政治家になった時に、やっぱりデータを見れば明らかで、親の世帯収入が子どもの学力を直撃し、学歴に変わり、その学力がまた障害年収に連鎖していくという、これは明らかなデータがあります。まあ、つまり僕たちは親の収入や
親の経済力で進路を諦めないといけない子供がいたとしたらですよ、それは子供のせいにしない、そして親のせいにもしないでおこう、できるだけスタートラインに立てるような社会を作りたい、まあ、そういう思いで維新の会やってきたし、私もやってます。でもこれにはお金がかかる。さっき高等学校の無償化言ってくれました。それから大阪公立大学も無償化しました。3年住んでた無償化、それから幼児教育なんかも今国の政策ですけど、もともとは維新の首長、市長が誕生したところ先駆けて数年前からやってました。国が始める数年前からやってました。でもそれには財源が必要。これだから同じ議論なんですよ。じゃあ自公政権だったら多分皆さんの負担を増やしたでしょう。でも私たちはこの維新の会の政治は違いました。とにかく無駄を省き改革をやろうと。例えば天下り、外郭団体、もう無茶苦茶な使い方をしてて利権化したもの、こういうものを整理して、例えばいらないものはなくす、そして形を変える、統合する、こういったことをやってコストを浮かせました。それから補助金もちゃんと出してたんなら良かったかもしれないけど、億単位の金が複数の特定の団体ノーチェックで毎年流れてたわけですよ。それを一つ一つチェックし、いらないものは削除、削減させてもらい、なくし、そうやって改革をやって財源を生み出しました。それから公務員の皆さんでも、あまりに民間でかけ離れた厚遇待遇、昔はなんかこう自分が着るスーツまで税金で買ってたなんていう話も揶揄されてきましたが、そういったことをやめ、人事改革を徹底的にやりました。そうやって生み出した財源が、借金がどんどん減り、借金を増やさずにですよ、減らした上に教育の無償化、福祉の充実、そして公共料金を少しでも引き下げよう、そういうようなことに変わっていったわけです。国民の負担を増やしたわけではない。こういう姿勢こそが必要じゃないですか。皆さん工夫すればできる。口で、まあ、増やしたそのすぐ後に、いや実は構造改革で生み出せるんだというような茂木幹事長、まあ、この自民党の体質ではなくて、本気で国民の負担を減らしていくんだ、ここにコミットする政党政治家こそが私は必要だと思います。ただやはりこの裏金問題を見たときに、私はこれだけお金にだらしない、自分たちのことはいいだろうと、まあ、このように思う政党には私は未来はないと思います。だから今回自公政権ちょっと鉄槌食らわせていただいて、そして新しい政治構造を作り、私たちのような、まあ、もしかしたら不器用ねと、でも愚直やねと、そうやって言われるような政党にぜひ力を与えていただきたいと思います。私が感じるのは、この裏金で組織的に違法行為を長年にわたって繰り返してきた、このことだけでもとんでもないですよね。それ以上に私が国会にいて感じることは、なぜこんな国の大きな仕事をやっている俺たちがこんな小さなことで叩かれないといけないのかという開き直る空気ですよ。これこそが風土化し文化になって自民党を腐らせている。まあいい人もいると思いますよ、優秀な方も。でもそれが組織の風土に成り下がってるんですよ。でその証拠に今回皆さんもこの数日前驚いたと思いますが、裏金議員の中でさらにその中でもひどかった人は非公認になり、でもその非公認は厳しいでしょと言って、まあ、いわゆる懲罰的にやりましたと言っときながら、公認の人と同じ金額2000万円ですよ、2000万円をまあ振り込んでですね、選挙対策に使うと。選挙中に振り込まれてますから、選挙対策に使えませんと言われて信じられますか皆さん。そうやって選挙にですよね、そうやってやると、これは国民の皆さんがわからないだろうと、こんなことは。そうやって高をくくってる上から目線の政治なんですよ。これこそもう自民党の本当に腐ってる部分を象徴してると思います。まあ加えて言うと、公明党さんはさらにこの非公認の裏金議員にも推薦して、私推薦まさかすると思いませんでしたけど、スキャンダルに厳しい政党ですから公明党さんは、推薦して、とにかくもう公明党さんも私ら今大阪兵庫で戦ってますから非常に厳しい戦い。だから具体的に言うと、西村さんって公明党の選挙区の隣なんですよ、非公認。これを推薦して一生懸命やる代わりに、その隣で応援してもらうと、まあ、こういうバーターですよ。まあね、まあ国民の皆さんを舐めてるとしか思えません。だから私たちはさっき申し上げたみたいに不器用かもしれないし、ちょっとまっすぐすぎるかもしれないけど、とにかく有言実行で姿勢を示し、この政治を変えたい、そういう強い思いでやらせていただいてます。
まさにこの和歌山は、私と林さんは一つ大きな共通点がありまして、補欠選挙で当選させてもらいました。私も初めて17年補欠選挙ですよ。補欠選挙で木の途中に来るって結構大変で、来た瞬間に質疑に出さされたり、国会の荒波、最初はね結構普通に入るとちゃんとレクチャーしてもらったり、国会ってこういうとこですよとかレクチャーしてもらえるんですけど、途中で入ったらもう荒波にいきなり放り込まれる。そこをよくやってくれました、この1年半本当にありがとうございます。本当に順応して一生懸命誠心誠意国民の皆さんのために何が自分ができるか、そして自分が足らないところをとにかく勉強して向上していこうっていう、そういう政治家でありました。私はそれをそばでずっと見てまいりました。ぜひと皆さん、この和歌山から林さんのようなまっすぐな政治家を今回当選させていただき、そして育てていただきたいと思いますので、どうかどうか皆さん林さんを、林由美候補をよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。お忙しい中、林由美の応援に駆けつけてくださいました、藤田幹事長、そして新見支部長でございました。どうもありがとうございました。まだまだ本当に皆さんにお訴えさせていただきたいところではございますが、何分にも今日は選挙の最終日です。これから2人お車に乗っていただきまして、お一人の多くの皆さんに林由美と訴えさせていただきます。お二人のマイクの声届きましたらどうか皆さんご支持ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。貴重なお時間頂戴いたしまして、どうも皆様ありがとうございました。それでは明日が投票日なんです。どうか皆さん林由美と確かな一票一票を積んでいただきまして、林由美今回も働く場国税団長にどうか押し上げてください。心からお願いを申し上げます。どうも皆さん本当にありがとうございました。それでは私たちも今日は最終日ということで、最後の1分1秒まで気を抜かず頑張ってまいります。マイクの声聞こえましたらどうか最終最後までご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。どうも林由美よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ってください。応援してます。大ファンなんで、先生の。すいません。